女優アンズ33が18日都内で文化プログラム参加促進シンポジウムに登場した。夫で俳優の東出昌大32が女優の唐田絵梨花22との不倫を1月22日に報じられて以降初の公の場。騒動について初めて言及し謝罪した上で、今後につきましてはゆっくり考えさせていただきたいと苦しい胸の内を明かした。左手薬指に結婚指輪はなかった。文化庁主催のシンポジウムに歴史好きとして招かれたアンズは、新選組が活躍した幕末へ思いを馳せて、やり遂げてすっきりという人はいないんですよ。一瞬一瞬を生きていかなきゃと勇気をもらえますと、しみじみ。宮田亮平道庁長官が文化への興味についてプラトニックだけではなく、好きだったら愛したら身近になって人に伝えられると恋愛に例えた際どい発言をすると、アンズはそれが未来につながっていくんですねとフォローしていた。